ディルク・マルセリスは、オランダ・リンブルフ州出身の元サッカー選手。元オランダ代表。現役時代のポジションは DF。本職は CB だが、必要に応じて、最終ラインの、どのポジションもこなす。CB しては小柄だが、サポーターやメディアによって、元オランダ代表のヤープスタムと比較された。PSV の下部組織で経験を積み、2007年4月11日、 UEFA チャンピオンズリーグ準々決勝のリバプール FC 戦でトップチームデビューを果たしたが64分にボーデビン全伝に対して危険なタックルを見舞い一発退場となったその後はレギュラーの座をつかみメキシコ人のカルロスサルシードとコンビを組んだブラジル人のアレックスからポジションを奪うとアレックスは何回かレンタル移籍を繰り返した後にチェルシー FC へ移籍した オランダのサッカー解説者は2008年3月12日に行われた UEFA カップ決勝トーナメント2回戦のトッテナムホットスパー FC 戦で見せた PK を称えアイスラビットと呼んだ2009年7月30日 UEFA ヨーロッパリーグ予選3回戦の PFC チルノモレバルナ戦ではロスタイムに決勝点を挙げた2010年5月21日 AG のイエレマインレンスの PS 分遺跡に合わせて、マルセリスが AG に移籍した。2014年12月31日、ナック・ブレダとシーズン終了までの契約を結んだ。2018年、膝の怪我により、現役を引退した。UEFA カップのトッテナム戦では、ディミタール・ベルバトフを抑え、アッコフ・フィオレンティーナ戦では、アドリアン・グトゥを抑える活躍を見せた。 これらの活躍で U-21 オランダ代表のホーペでハーン監督の目に留まり、デ・ハーン監督は、なんと、我々は再び真のディフェンダーを見つけたのだと述べた。U-21 オランダ代表デビューを果たし、センターバックだけではなくミサイドバックとしてもプレーした。北京オリンピック2008年には、北京オリンピックに出場するオランダ代表メンバーに選出された。 センターバックのレギュラーとして、グループリーグ全試合に出場し、オランダは3位アメリカと勝ち点1差のグループ2位で、過労うじて決勝トーナメント進出を決めた。準々決勝のアルゼンチン戦は90分を終えて、1から1の同点だったが、延長戦の末に敗れてベスト8に終わった。2008年10月、オランダ A 代表のベルトファン・マルワイク監督は、2010フィ f ファワールドカップ、 ヨーロッパ予選のノルウェー戦とアイスランド戦に向けてマルセリスを初招集した。10月11日のアイスランド戦でデビューした。ありがとうございます。